どうも皆さん、おはボンバー、ボンバちゃんボンバーは、徳島のパンプキンです。いつもご視聴とコメント、高評価、本当にありがとうございます。さあ、本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、スペシャルステッカー企画動画でございます。ありがとうございます。で、今回のこのスペシャルステッカー企画なんですけども、この度、極限Z バトルで、ドラゴンボールヒーローズ編、ドラゴンボールファイターズ編がね、まあ、来たということで、やっぱり極限したキャラ、珍しいキャラを貼っていくのが私のスタイルでございましてですね。で、今回ね、まあ、サムネの通り、まあ、このドラゴンボールヒーローズとドラゴンボールファイターズにスペシャルステッカー貼っていこうぜという動画となってますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ただ、あれですよ、ジャネンバベイビー持ってないんですよね。これだけ悔やむ。ジャネンバベビーだけ持ってない。だから極限もできてない。で、ミッションも、終わってないということで、非常に残念なんですけども、ガシャで出ない。出ないもんは仕方がないということで、ジャネンバベビーだけね、ちょっとね、ご参考、皆さんね、お披露目することができない。そこいらまご了承いただいて、で、今回、8体ですね、まあ、貼っていくんですが、で、ドラゴンボールファイターズの人造人間21号ですね。これも期待ですね。ねえ、どうですか？これでもね、これ周りないんどないなるんだろう。ねえ。まあこれも楽しみで。ね、スーパーパイクーさん。これもワンチャンかっこいいかなと思ってる。これヒーローですね。ただちょっとね、必殺技レベルはもう気にしないで。でも老化よしないんですよ。本当にない。で、魔人ブー、純粋のバビディ九州ですね。はいはいはい。これも。貼っていきましょう。で、スーパーサイジン3総合反省年儀。これはね、やっと昨日かな、レベル15にさせていただきました。無凸やけどね。で、人造人間16号。これ、ドラゴンボールファイターですね。これ、レベル10なんですよ。これは、教習イベントで16号をドロップするんで、今日日曜日でしょ。ね、それをちょっとね、技上げのバトルカード、今日紹介しようかななんて思ってるんで、これ必殺技レベル10のままでございます。はい。で、これ、スーパーサイヤ人3ゴテクス青年期。これ、前回の極限 Z バトルの生配信で、10連回して母体をね、引き抜くことができました。これ強いですってね。いや、これもかっこいいかなと思ってるんですね。ちょっと期待はしてる。まあ、無凸だけどね。で、暗黒トワさん。これ交換したんですよ。これ、スペシャル流石で交換させていただきました。女性キャラあんま出ないんですよ、私のガシャって。あ、いいですね。何がとは言わないんですけど、いいですね。はい、これも、バッチリね、交換したんで、レベル15にさせていただいてます。はい。で、パッションもめちゃめちゃ優秀になりましたよね。で、これ、壁役のスーパーサイヤ人3トランクス青年期。これも必殺技レベル1のままです。老化用紙ないです。もうこれも集めていかなきゃいけないということで、早速ね、何から貼っていこうかなというところで、ファイターズ、16号いこうか。16号。ね、16号いきましょう。まず最初16号。お願いします。もう19もあるんです、スペシャルというかね。お願いします。まあ、波や。波や。すげえっていうことでもなけりゃ、なんだこれっていうわけでもなく、普通、地味、波。っていう感じですね。16号。ああ、まあでも、かっこいいんちゃいますっていうことで。ごめんね。ちょっと冷たい感じになったけど、ごめんね。はい。はい、人造人間16号でございました。さあ、続きまして、どれいこう。これいこうか。これかっこいいんじゃないかな。これ行きましょう。スーパーサイヤ人3トランクス青年ですね。はい。お願いします。おー、かっこええやん。お、かっけえやん。かっけえやん。かっけえじゃん。やるじゃん、君。必殺技レベル1だけど。あ、かっこいいですね。いいですね。そう、やっぱりエフェクトは早く動いた方がいいですね。やっぱ、気弾持ってる系と周りにオーラついてるのが、やっぱり一番スペシャルステッカー映えますね。はい。スーパーサイヤ人3トランクス青年期でございました。さあ、続きまして、どれいこう。ちょっと待って、これ魔人これちょっと、これちょっと怪しいんで、ちょっとこれ置いときましょうよ。じゃあ、流れで、3ご飯いきましょうか。はい。3ご飯。お願いします。ということは、これもかっこいいんじゃない？ほーらーお、かっこいいじゃん！ちょっと3の、
スリーの髪型でその服装ちょっと似合わないかなとか若干思ってるんですけど、何したって結局文句言う徳島のパンブーキンでございますね。ごめんなさいね。いや、かっこいいです、かっこいいです。かっこいい。素晴らしい。いいですね。いや、これ春おすすめですね。はい。スーパーサイヤ人3、孫悟飯青年期でございました。よし、よし、いいぞ。流れはいいぞ。じゃあ流れで3行こうや。これかっこいいやろ、これかっこいいやろ、お願いします。スーパーサイヤ人3、ゴテンクス青年期です。え？え？嘘だ。おい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 、ちょっとスポボビッチよりもひどい、ヤム&スポボビッチよりひどい、動いてないし、おい動けしよお前。そうだ、ちょっと待ってよ、だってね、スリーご飯でしょ、かっこいいですよね、かっこいいですよね、スリートランクス。いや、かっこよくなれよ。なんだってね。そうだろ。お、これ貼ってんだぜ、おい。なに、ちょっと、心臓みたいに動いてんねん。ちょっと貼ってくれ。マジか、お前。これは皆さん貼らないで、これ。スーパーサイヤ、まさかの大どんでん返しだな、おい。嘘だろ。これ貼ったらいかん、これみんな貼らないで、貼らないで、マジかよ、クソなんなんだ。じゃあ、ちょっと女性キャラ置いとこう、パイクーさん行こうや、な、嘘だろ。スーパーパイクーさんお願いします。お前かっこよくなってくれよ、頼むぞ。おお、波やな。波だな、波。うん、いやでもね、これよりマシよ、これよりマシよ。これ貼ってるよな、俺貼ったよな。嘘だろ。いや、これかっこいいですね。いや、うん、いい。もし貼りたいって方、ぜひなのご参考にしていただいて、もうちょっとでもね、輝き欲しかったかな。うん、まあ贅沢は言うとね、ということで、スーパーパイクハンでございました。そうか、どうしよう、ちょっと間挟んでトワちゃん行こうか、暗黒トワちゃん行こうよな。ねえ、ねえ、これでも想像できるけどね、あの大きさ2倍になってくれてもええで。何の話？はい。いきましょう、暗黒とはさ、おーおーおお、まあ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 、そんな感じですね、ですね、はい。うん、まあまあでもいいでしょう、まあ、波ですね、これも波ですね、うん、情ではないですね、波ですね、うん、しかしでかいな。何の話？はい、暗黒トワさんでございました。はい、じゃあもうあともう2つですよ、あと2つ。じゃあ、最後21号置いとこうね、これいこう、魔人ブー純粋バビディ吸収いこう、お願いします。もう最後は21号さえバシッと締めてくれるから。ああ、いえいえ、よかったよかった。あのガリブーみたいに地味な地味なエフェクトの動き方やったらどうしようかと思ったけど、いいよいいよいいよ、もうこれよりマシだから。これよりマシ、これでおしまい。よし、いいねいいね。うわ、こうなったらジャレンバベビー引っこ抜いてちょっと貼りたいな。うん、ぜひあのジャレンバベビー貼りましたって方コメントください。うん、はい、まあまあ普通ですね。マジンブー純粋バビディ吸収でございました。さあ、もう最後、もう最後も鳥で飾ってくれ、人造人間21号さんね。ただこれがどうなるか、うわ、これでも勘ねえんだろうな。うん、周り F ないもん。うん、じゃあ行きましょう、人造人間21号さんラストです、お願いします。さあ、どうですか。うん、まあなんとも言えん動きはやめてくれ。動画に関しては何とも言えない動きはやめてくれ。そういうことです。さあ、21号さん、まあまあでもまあまあ想像通りかなっていう感じで、変身後っすね、変身後どうなんだろう。あ、動いてる、ちゃんと、よかった。
あ、ちゃんと木のオーラが動いてくれてる。なんか無理くりつけた感あるけど、いやでも素晴らしいですね。僕はこのスタイルでも全然 OK ですよ。何の話？はい。いやーちょっと、まあ以上8点貼ったんですけど、ちょっとこれやめてよ。これ運営さん貼ったらビカビカ動けって、マジで。これいっちゃんひどいな、この中で。うん、てか今まで貼った中でいろんなキャラ貼ってきたんですけども、いやこれいっちゃんひどいな。うん、まあおさらいしますと、人造人間21号ですね。はい。でスーパーパイコハンで、魔人ブー純正バビディ90で、スーパーサイジン3孫悟飯青年期ね。で人造人間16号で、暗黒トワさん、スーパーサイジン3トランクス青年期でございましたね。まあ結局のところこれですわ。問題児やお前は。ほんまにたまらんぞ。というわけでね、いかがだったでしょうか。もしね、貼ろうとしてる方はね、ぜひね、これは貼らないで、いただいて、このスーパーサイジン3ゴテックス青年期を貼らないでいただいて、残りのキャラはね、貼ってもものすごく映えるかと思いますんで、ぜひぜひご参考にしてみてはどうでしょうか。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。